いや、逆転裁判。警備員のおばちゃんですけど。ああ、とっても優しい、いいおばちゃんす。優しいか？え？どこが？警察手帳を見せたらお茶と羊羹を出してくれたっす。なるほどな、長いものに巻かれるタイプって言ってたもんな。あのおばちゃん、権力の犬だよ。しかも我々のために証拠品までくれたっす。お、証拠品もくれよ。それこっちにも。別に刑事とね、弁護士ってそんな変わらんと思うけどな。まあ確かにちょっとね、国の人間かそうじゃないかみたいな感じはするけど、決定的な証拠。なんですか証拠品って。まあその写真っす。あの殿様野郎が現場に向かっている写真っす。誰が撮ったんですか。そこのゲートにカメラがついてるっすね。カメラ？あ、おいでませって書いて、あれね、左上の監視カメラ。書いてあるあれのことかな。そのカメラ、人が通ると自動的に写真を撮る。あ、そういうタイプなんだ。なんか、まあそっか、この子って多分2000年くらいだからさ、監視カメラってなかったのかな。どうなんだろう、自動的に写真を撮るっす。なるほどくん、もうダメだ。でも証拠品を手に入れた割にはパッとしない顔しているな。パッとしないってことはなんだ。パッとしないって何。パッとしないことなんであんの。どうしたっす、なんか元気がないっすね。こっちのセリフレよ。そんな嬉しそうな顔して言わないでください。私たちスタッフの人とかにも話を聞きたいんですけど。あ、いいっす。あ、いいんだ。まあいいよな、さすがに。もうどこでも好きなところに行くっす。何をやっても無駄っすけど。人間ってこんなにほがらかに笑えるもんなんだ。どういう感想してんだよお前。なるほどくん、許可もらったんだからいろいろ行ってみよう。そうだね。まあなんかあるかもしんないしな。パッとしない顔って言い方ってことは、まあ確かにそうだけど、ちょっとなんか決定的証拠にはならないかもみたいな、そういうことなんかな。パッとしないっていうのがよくわかんないんだけど、多分もしそういうことなんだとしたら、それこそ顔が映ってないとかね、そんな感じなのかな。さて、じゃあとりあえず一個ずつ調べていくか。まずは椅子。ちょっと疲れたな、座って休もうか。あ、いいっすね。お前には言ってない。なんで刑事さんが休むんですか。まあ別に休んでもいいけどね。3人であそこね、椅子長いし、3人で仲良く座るというのもありだけど。いとの子もかわいそうは。それはそれで立ちっぱなしで結構疲れるっす。なんかいとの子がただただ不憫だったんだけど。いとの子さん、左の道の奥に、あ、何かあるんですか。第二スタジオって書いてあるけど、なんか、お、本当だ、木が倒れてますけど。あー、そっち危ないから行っちゃダメっすよ。その奥には何もないっす。昔は第二スタジオがあったっすが、今は使ってないっす。ほう、なるほど。いやでも第二スタジオわざわざ存在するってことはなんかあるんじゃないかなって思っちゃうけど。お、こんなところにカメラがある。スタジオに行く人間を写真撮るためのカメラっす。データを見れば誰がスタジオに行ったか一目でわかるっす。カメラにプレートがついている ST1307。 このカメラはナンバーらしい。なるほど。まあでもカメラ写真だからさ、ね、抜き取ろうと思えば抜き取れちゃうみたいなことも考えちゃうけどね。おいでませ。おいでませだって。このスタジオも経営が苦しいっす。最近は休日には一般の人に開放して見物料を取ってるらしいっす。あ、そうなんだ。普通に来れるじゃん、じゃあ迷いちゃん。へえ、詳しいんだ刑事さん。刑事やめて、ここで働いたらどうですか。そうですよ。アスコンサウの首も折れたことで全然関係ねえ。意味がわからないっす。伊藤の子がツッコミになっちゃってるよ。お、本当だ、首取れてる。いや関係なさすぎるけどな。この撮影スタジオのマスコットキャラクターだ。へえ。なんでもテングザルをモチーフにしているとか。あー、まあわからなくはないけど。わからなくはないけど、でもテングってこんな団子っ肌なのかな、知らん。お、手には看板を持ってるな。右第一スタジオ、左第二撮影スタジオ。そんなことよりどうしたんですか、あれ。確かに。もう誰かが伊藤のこぎり、伊藤の子お前か、伊藤のこぎりって、いやのこぎりって言おうと思ったんだけど、のこぎりで切っとるやん。昨日の強い風で首が折れたっす。そん気も道連れっす。
ほう、あーなるほど、これが折れた拍子に、こっちも折れちゃったと。なるほどね。で、第一スタジオはこれかな、第一撮影スタジオ。第一スタジオへ通じる入り口、スタジオは胃袋たけしが死体で見つかった現場だ。なるほどくん、ちょっと入ってみよう。いやいや、死体現場だぞ、そんな好奇心旺盛に。あれれ、鍵がかかってるよ。スタジオに入るにはカードキーがいるみたいだ。スタッフ以外の人間を入れないためなんだろう。おー、糸の子とか持ってないのね。糸の子刑事持ってなかったらそれはそれでやばいけどそれはそれで、まあでも特にないから、じゃあどうしようか。え、正門行く。あ、見て見て、なるほどくん、おばあちゃん詰め所の中で羊羹食べてお茶飲んでる。日本のおばちゃんって風情だね。ちょっとおばあちゃん寄りな気もするけど。あら、あんたたち、どう、あの子が犯人だって納得したい？や、まだ全然情報得れてませんけど。くそ、このおばちゃんがあの刑事に証拠写真をあげたんだよな。じゃあでも証拠写真もらえるわけでも、あ、もらえる証拠写真。おばちゃん、なんで写真のこと教えてくれなかったんですか？あーね、刑事から聞いた方がよりスリルがあるかなって。おばちゃん気を使う方だからいらんのよその気を使いありがた迷惑。あれ、これからすぐ左に行ったゲートのカメラが撮ったのよ。毎日足をチェックするのもおばちゃんの仕事でさ。ほう、犯人だと思う理由。この撮影所どこへ行くにも必ずこの詰め所の前を通らなくちゃならないの。イブクロちゃんがスタジオに行ったのが午後1時ちょい前、事件が起こったのは2時半。その間ここでおばちゃんが見たのは煮干しだけ。カメラにもそれが映っている。これで犯人じゃなかったら誰が犯人よ。まあそう思っちゃうのはしょうがないけどね。おばちゃんとか、まあそうだよな、おばちゃんだったら嘘全然つけるから、まあ可能であるよな。いや、面白いこと言うね、あんた。でもまあ実際にね、可能っちゃ可能なんだよな。なんか別にね、おばちゃんじゃないという証拠もまあそんなにないき、まあ証拠写真くらいか。全く気に留めていない。まあおばちゃんじゃないっぽい感じはするけどね、この勝手な想像でおばちゃんではないんだろうなと思ってるけど、ただおばちゃんには可能っちゃ可能だと思うけど。イブクロちゃん、被害者のイブクロさん、人気はあったんですか？それはもうすごいもんだったよ。すごかったか。過去の話、あーそうだよな、なんかさっきも言ってたもんね、昔は良かったけど事件が事故のせいでなんか出れなくなっちゃったみたいな。私小さい頃ヒゲ武将シリーズ大好きでした。あれね、分かったよ。ほんと昔はさ、それが今は悪代官だもんね。まあ、そんな悪代官も悪いイメージないけどね最近は、まあ、最近だからか、2000年くらいの頃はなかったのか。悪役も結構ね人気になるみたいなことあるっちゃあるけど。そりゃ胃袋ちゃん荒れてもしょうがないよ。荒れてたんだ荒れてたなんて話聞いてないけど、自動撮影のカメラ、そのカメラのことなんですけど。あー、カメラね。はい、あのゲートをくぐるとセンサーってやつが反応してさ、勝手に写真を撮るわけ。写真を撮った時間も記録されるんだって。おばちゃんその辺のことはよくわかんないけど、撮った写真はあそこの詰め所のコンピューターから見られるから、おばちゃんいつも帰る前に写真をチェックするわけよ。ほう、なるほど。ま、特に写真を見せてくれるということもなく、ないもんな、別に見せなきゃいけないもんも。え、どうしよう、調べるもんも変わってないよね。変わってないからどうしよう。あ、待って、え、スタッフエリア行けんじゃん。おい、おばちゃん止めなくていいの？こっち行かないでみたいなこと言ってなかったっけ。10月16日某時刻、撮影所スタッフエリア。ごめん、勝手に来ちゃった。なるほどくん、ここスタッフの人たちが作業するところだよ。あそこ煮干しさんの楽屋がある。事件があったばかりだからまだ誰もいないんだ。いろいろ見て回ろうよ。見学に来るな。だからまあでも一応調べるから見て回ることは間違いないんだけど。煮干し三郎様、楽屋の入り口に張り紙化してやる。煮干し三郎様か、さすが主役だな。そしてあんまここも行けると。楽屋に入るドアだ、鍵はかかっていないみたいだ。ねえねえ、なるほどくん、入ってみたいよ。記念なんかもらっていっちゃう。それ窃盗ですか？ダメです。なんかってなんだよ。トノサマンスピアとか、凶器じゃないかそれ。それ多分警察に押収されてないか。
もう迷いちゃんダメよ、そういうことしちゃ。これは何？お茶、味噌汁、お汁粉、くず湯、おでん。ラインナップが和風に統一されている。ウーロン茶すらないぞ。あ、なにこの殿様汁って。殿様汁なんか汚。なんか汚くない？なるほどくん、飲んでみてよ。自分で飲めよ。殿様汁ってだって。いや、せめて殿様スープとかだったらまだわかるんだけど、汁汚くない？なんか。汁って言い方やめて。じゃあ、他はない感じか？なんかある。巨大な倉庫だ。撮影用の大道具がしまってあるようだ。すごい、なるほどくん。何でも知ってるんだね。見た感じを言ってみただけだよ。じゃあ、他もありますね、窓。楽屋と外を結ぶ窓だ。曇りガラスなので部屋の中を見ることはできない。なるほど。じゃあ、外から荷物サブローが寝てるとかを見ることはできなかったと。で、移動するで、楽屋入れます。セットしようぜ！でれれ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 れ。10月16日、某時刻撮影所楽屋。最悪なポケットモンスターのオープニング。荷物さんの楽屋。事件があった昨日の午後は、ここでずっと昼寝をしていたって言ってたけど。昼寝をしているところ、誰も見ていないんだよね。その代わり、殺人現場の近くで写真を捉えているんだよな。煮干しさん、信用していいんですよね。まあ、もうこれ信用するしかないもんな。今更信用しないなっていう選択肢はないから。さあこれは、撮影用の和服に混じって洋服もちらほら。煮干しさんの私服だろうか。まあそうだろうね。記念に着てみたいな。一生。似たようなもの着てるくせに、まあ、確かにちょっと似てるけど、そういう問題じゃないだろう。じゃあこれは、鍵がかかっている。あまり開けられることはないみたいだ。ま、外は埃っぽいから、無理もないかもしれないな。なるほど。で、これはベッドか。ここで寝てたってこと？誰かが寝た跡が残っている。まあ、寝てたのは嘘じゃないと。昨日、依頼人の煮干しさんが昼寝をしていた跡だろうか。あとは、これか。なんだこれ。スタッフからの差し入れかな。お菓子が並んでいる。ピヨコ。ピヨコ。なんか、鳩サブレみたいな。和菓子にお茶か。なるほどくん。食べたいね。もうすぐ人のものを奪おうとする。さっき味噌ラーメン食べただろう。すぐ味噌ラーメン食うし。お菓子は別腹だよ。女の子は腹をいくつ持っているのだろうか。で、これがなんだ？あ、煮干しさんのカバンかな。こら、勝手に開けない。お、こんなものが。スタッフ用のカードキー。もらっちゃっていいの？まあでもこれがあれば一応行くことはできると。煮干しさんのものだろう。第一スタジオと書かれている。もらっておこうよ。なるほどくん。借りるだけ。な。カードキーを法定記録に、もらっちゃいましたが借りるだけだしな。煮干しさんも依頼人だし、言えば分かってくれるでしょう。あとはない？煮干しさんのカバン他に何かあるかな？こらこらやめとけって。懲りない子だな。はいはい。で、あとはこれ。メイク用の小道具なんかが並んでいる。ああ、ちょんまげブギーで使っているカツラがある。何それ。なるほどくん、かぶってかぶって。やだよ。ギザギザ頭がなくなっちゃうじゃん。なんでカツラを見ただけで番組名では、あ、そういうことか、何？ちょんまげブギーっていう番組があるの？番組名までわかるんだよ。時代劇は、ちょっと、ね。何がちょっとだよ。ちょっとじゃあこのカツラ見ただけでわからんて。さすがに楽屋といえば必ずある鏡だ。今日もバッチリ尖ってるな、僕の頭。そこの謎のこだわりなんな。じゃあでもほとんど見たからカードキー手に入れたことによって、第一スタジオに行くことができるようになったって感じなんかな。じゃあとりあえず、撮影所行きの、どこだ？第一スタジオ前行ってからの、行けるか？移動で。行けないか。じゃあ調べるで、ここ調べれば行けるかな。第一スタジオへ通じる入り口。スタジオは胃袋たけしが死体で見つかった現場だ。なるほどくん、ちょっと入ってみようよ。楽屋から借りてきたこのカードキー使えるかな。ピッ。お、開いたぞ。やったー。ささ行ってみようよ。殺人現場に行くってのに不気味なほど浮かれてるな。あんま良くないんじゃないの、そんな浮かれ気味で行くの。第一スタジオ内。まあ、倫理的にって話だから別にいいんだけど。10月16日某時刻第一スタジオ内。どうしたの？なんだよ、急におとなしくなって。だって、あの白いテープ、
なんかリアル。怪人悪大官が死んだからね。殿様にやっつけられて。狂気は殿様スピア。そりゃリアルだよ。いや、なんか悲しい。でもまあそうだよな、ね。本来だったらこれが当たり前の反応だもんな。うん。まあ、殺人現場行ったことなかったんかな、まよちゃん。ねえ、千尋さんの事件以外。胃袋滝氏の死体の形がロープでマーキングされている。死体は怪人悪大カーの着ぐるみの中から発見されたため、その形通りにマーキングされていると。槍で刺されたのに血の跡が見られないのも、着ぐるみの中で殺害されたためだろう。ああ、なるほど。ああ、だから槍で刺されて出血したけど、その血はまあ着ぐるみの中で、もうぷかぷか浮いてると、怖っ。なんか、グロい。で、これは？あ、はしごだ。それは、脚立だよ。まあ一緒だろ。大体。大体脚立とはしご一緒でしょ。どう違うの？同じようなものじゃない。まあ一応ね、こう、立てかけるかどうかみたいな。もっと本質を見ようよ、なるほどくん。はははな、はははって。これは、あ、これ監督さんが座るやつだよね。一度座ってみたかったんだよね。あんま座るな。なるほどくん。あれはカメラを前でカチンって鳴らす白黒のやつ。あとメガホン。はい、なるほどくん、アクション。ここまで変な子だとは思わなかったな。まあ、お前も大概だけど、確かにちょっと、今回第3章始まってから様子がおかしいんだよな、まよちゃん。なにこれ？光を反射させるんだ。確か、レフ板とか言ったっけな？撮影中、スタッフが持ってるんだよ。はぁ？なんだよ、その気のなさそうな返事は。だって私、やるな監督か、殿様がいいんだもん。何をやる気なんだ、この子は。で、これはカメラか。うわぁ、すっごいな、高そうなカメラ。おい、触るなって。すぐ触る。指紋ついちゃうだろう。うわ、思ったより重いね、持ってるし。あ、ダメです。触らないでください。あ、こんにちは。やばい、怒られちゃう。もうシンプルにやってることやべえから。あ、ごめん。この子ちょっとアレなもんで、ちょっとアレなんだよ、こいつは本当に。何をアレって、アレってお前自分も胃袋タキシに言ってただろう。君は、あ、私。ここの撮影スタッフです。大道具や小道具の管理とか手入れなんかをしています。私たち、ニボシサブローさんの弁護士なの。ああ、あなたたちがニボサブさんのニボサブさん。ま、略してあだ名か。ニボサブ、ニボシサブローか。まあ、ありがちな、ね、省略のあだ名って感じだけど、大変ですね。でも、助けてあげてくださいね、ニボサブさん。あの人が誰かを傷つけるなんて絶対ないですから信頼をされてるんだな。任せてください。まあでも人殺しそうなね、なんかテンションじゃないもんな、性格的に。で、話す事件当日のこと。事件があった日のこと聞かせてくれないかな。はい、あの日は一日撮影所にいましたよ。あの日撮影スタッフは私だけでした。え、たった一人？ええ、この撮影所お金がありませんから。それに昨日はアクションシーンのリハーサルだけでしたし。へえ、そんなもんなんだ。おお、午前中はスタッフ入り。あ、よく見たら右上にいたじゃん、おばちゃん。おばちゃんがムンクの叫びみたいな感じで悲鳴を上げてます。午前中はスタッフエリアでアクションを打ち合わせしていました。ニボサブさんもイブクロさんもみんなスタッフエリアにいました。スタッフエリアってニボシさんの楽屋があるところだよね。え、そうですよ。あれか、後ろのシャッター閉まってるのはさっき大倉庫とか言ってた場所か。で、おー、仲睦まじいね。なんか幸せなイラスト。そこで昼食を食べた後、イブクロさんは第一スタジオへ行きました。ニボサブさんの方は楽屋に入るところを見ました。なるほど。その後は見ていません。はい、じゃあニボシについて。ニボシさん、楽屋で昼寝していたんだけど、知ってた？知りません。用もないのに楽屋を覗くなんて。私、そんなはしたない女じゃありません。まあそうだよな。はしたない。ニボシサブローのアリバイの裏は取れずか。まあまあまあ、普通は見ないだろうね。困ったね、なるほどくん。手がかりなしでよ。このスタジオに来たのがニボサブさんだけだったら、もう犯人は決まりだよね。写真まで捉えてみたいだし。ちょっといいですか？あ？そういえば一つ気になることがあるんです。
きとー、やっぱり倉庫だきっちゃね。実は私、お昼過ぎに何回か人の気配を感じたんです。どこで？ここで人の気配？はい。でもそれは他のスタッフの方とかではなく？いえ、あの日はアクションを決めるリハーサルだけでしたから、スタッフは私だけでした。多分関係者ではなく部外者の方だと思います。本当ですか？んー、でも誰かここへ来たんならあのおばちゃんが見てるはずなのに。そうだな、あんまりはっきりしなくてごめんなさい。なんだろうな、おばちゃんが隠してるかおばちゃんの目をかいくぐったかだよな。どうもありがとう。早速あのおばちゃんを問い詰めてみようよ。なるほど。そして人の気配について、事件当日撮影スタッフ以外の人間の気配を感じたんですね。はい、多分証言できるほど確か。まあそうだよな、気配だけじゃ無理だもんな。ナルト君、あのおばちゃんだよ。この撮影所に誰か来たらあのおばちゃん見てるはずだよ。じゃあとりあえずおばちゃんを問い詰めてくるか。おばちゅーん、どういうことだい？10月16日某時刻、映画撮影所正門前。まあ知らない可能性もありそうだけど。あら、あんたたちまだいたんだ。どうしたの？怖い顔しちゃって。じゃあスタッフの証言聞きましょう。なんだいその人を疑うような目つきは。昨日のことをもう一度聞きますけど、おばちゃんがここに来たのが午後1時で、被害者の死亡時刻の2時30分までにここを通ったのは煮干さん一人、間違いないですか？あ、ないよ。でも部外者の気配を感じたって言ってる人がいるんですよ。なんだって？おばちゃん、本当にちゃんと見張ってたんですか？ちょっとなんかよそ見したりしてない？おばちゃん？なれが、やばい、スタッフの女の子の身が危ないかもしれん。なれがそんないい加減なこと！キャー！教えなさい！早く言いなさいよ、このとんがり頭！このおばちゃんの仕事にケチをつけるなんて！別にケチを直接言ったわけじゃないです。あの、第一さん、あいつか、アルバイトの分際でもな、すぐ売るし。すぐあのスタッフの女の子のことを売りました。この、怪さと迷いという女は。一体今の若い無駄ある時で、人の頃なんで、今じゃ何かといえばかが、うー言っちゃったよ。さ、なるほどくん。今のうちに、やれることはやっておこうよ。何も聞けんかったけど。何も聞けんかったけど、静か。あ、なんか、泣いてます。ひよこみたいなやつが、泣いてます。ピュ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 言うとおりますけども。え、どうしよう。え？あ、いける。人がいないから覗き放題です。撮影所内のセキュリティカメラの映像を管理するコンピューターだ。なるほどくん。このコンピューターで、煮干さんの写真見られるんだよね。うん。多分ね。コンピューターを操作しようか？もう勝手にしちゃっていいの？こんなこと。ねえ、良くない気がする気がします。よし、ちょっとやってみよう。なるほどくん、コンピューター使えるの？ナンバーを入力するくらいなら、とりあえず事件当日のデータを。事件当日は午後1時からカメラを作動したらしい。おばちゃんがつぶしに来たのが1時だからな。セキュリティカメラナンバー、307だったよね、確か。そうだよね。うん。覚えてるよ。これは、合ってるでしょう。どうよ。よし、入力したぞ。記憶力エグすぎー。あ、データがプリントアウトされて出てきたよ。どれどれ？あほほ、ほら、これ。そういうことだよね。やっぱり、殿様の中入ってるからわかんないじゃんっていう。なんだこれ。なんでこれが煮干三郎の写真なの？まあいつも中に煮干さんが入ってるから、おばちゃんも煮干だって思い込んじゃったのかも。これをもらった刑事さんの顔色が冴えないのも無理ないね。あ、この写真の裏、あ、10月15日午後2時2人目、どういうことかな。他にデータはないよ。消されている。おばちゃん、おばちゃん消しとるやないかい。煮干しかっこはての写真。まあこういうことだよね。そうだよね。まあなんかそんなことじゃないかと思ったよ。だっておかしいもんな。煮干しが通ってるわけないもん。
ね、なるほどくん、この写真があれば裁判なんとかいけるんじゃない？こんなんで逮捕されたんていうかねえまあ確かに、いやでも逮捕まで行くって相当よ。そうだな、これであのおばちゃんにギャフンと言わせてやれよね。ギャフン、別におばちゃんにギャフンって言わせる必要そんなないけどな。なんでなるほどくんが言うの？ま、いや、じゃ早速この写真おばちゃんに突きつけて。いや、やめておこう。なんで？法廷でってことかな。敵にわざわざ手の内を明かすことはないよ。うわ、なるほどくん、お主意外と悪だね。二代目悪大官、人を怪人にしないでほしいな。ま、じゃあ今日はそろそろ切り上げようよ。お、とりあえずこの写真だけか。この写真だけで戦うのはむずくない？あ、まあでも煮干し三郎とは限らないっていうことだけでも言えれば、それだけで無罪勝ち取れるか。まあいっか、この写真があればなんとか戦えるだろう。犯人が誰なのか見当もつかないのが気になるけど、まさか本当にあのおばちゃんだったりして。まあなくはないけど、どうなんだろう。続く、で登場人物がね、まだ全員出てないから、多分、そうだよね。あの、他のメンバーが出てくるまではってこと考えると、おばちゃんじゃないんじゃないかなってメタ的に思ってるんだけど、どうなんだろうか。ってことで、逆転のトド様、1日目終了ということで、次回は法廷やっていきましょう。まあ、ただ怪しいのは、2人目ってことは1人目がいるわけだから、その1人目が何かを知っているんじゃないかなってこと考えると、次の法廷はなんか特に何もなく終わりそうな気がするんだけど、まあ、絶対次では終わらない。もうこれ確定してます。ってことで、次回は裁判やっていきましょう。それでは今回はここまで。バイバイ。